かりました。ちょっとね、この表の ここのことをおばちゃんは言いたいんです。そうですよね。じゃあおばちゃんのセリフからちょっと言ってください。はい。どうで寒いど隅っこや伸びしたさいってかごまってちっちゃこくなってちょこまって通訳します。おばちゃんはここのことを言っていて、集まって小さくなってしゃがむでしょ。この紙とロゴが一番線量が高そうだない。今時は起爆しちまうぞい。吸い込んだ放射線の粒々の大きさが100ナノメートルよりちっちゃくいと灰ガラスって餅の長さ減っちまって体の中ぐるぐる粒々が巡るんだと。妊婦さんだったら胎盤を通り抜けてお腹の中のややこまで届きつまうんだと。みんなら100ナノメートルより大きい粒々っていうと別名ホットパーチクルって呼ぶんだ。近所も消化管から吸収されずに排出されきやすいんだのも肺に入っちまうと肺胞にとどまっちまって。一番上の茶色の線はあまり気にせずにセシウムを取り込んでしまった人の値、低い人の5倍を想定している。セシウムを取り込む量なんですね。そうだ。当然だが、食べ物や空気によって毎日取る量が多ければ溜まっていく量も多くなる。Thank you.
島集団疎開裁判、7月末から街頭アクションを始めて今日で4ヶ月半積み重ねてきた行動によって多くのことが実現されてきました。文化商売抗議を始めます。その抗議の開始以来、野田首相への今すぐ子どもを疎開させるという申し入れ文の提出、被爆問題に詳しい先生を呼んでの記者会見、そして先月末国連の人権委員会での福島の子どもたちの被爆問題のスピーチの実現、井戸川町長とともにそうしたさまざまな行動が私たちを実現させてきました。しかし国際舞台で問題とされながらも、いまだにこの国は一言たりとも子どもを逃がす放射線は危ない、ちゃんとそれを言いません。一言たりとも言いません。この文科省も大学の許認可がどうしたこうしたとさまつなニュースばっかりやっている、そうした問題ではなく子どもの被爆の問題こそが今最大のテーマであること、そして福島を封じ込める日本政府や国際的な圧力を東京の私たちも声を上げることで変えていくこと、それが集団疎開裁判の東京アクションです。疎開裁判本体は11月26日2週間後に仙台高裁で第2回目の裁判があり、裁判が再開されるかどうかが再び話し合われます。全国からそこに注目することで裁判所もそれを無視することができなくなり、きっと裁判の再開、そして勝利、疎開の実現を結びついていくでしょう。そのためには私たちは今日の金曜官邸前お休みですが、欠かすことなくこの文科省前で皆さんと共に講義を、そして学び合いの場を作りたいと思います。今日もみんなで頑張りましょう。最初に軽く主張コールしてきます。文科省は子供を逃がさない。文科省は子供を逃がさない。文科省は子供を逃がせ。今すぐ子供を逃がさない。今すぐ子供を逃がさない。集団疎開させろ。あ、オッケーです。
やあ、感触、今日もあったね。はい、先輩、この前も言いましたけど、これまでは金曜の夜というと銀座で女性とデートしてばっかりだったのですが、福島集団都会裁判の活動をしてからはここ霞が関で勉強するのが習慣となりましたよ。そうだったのか、偉いぞ。それにしても官翔君、君ってモテるんだね。羨ましい。今度誰か僕に紹介してくれると嬉しいんだけどな。え、何ですか先輩。嬉しい、怒るぞ。何ですか、やめてください先輩。今日は都会裁判弁護団の主任弁護士柳原、改めて国連のお話を聞けると伺っていますよ。そうなんだな、真面目な官翔君。これは私のなので先輩、動揺してます。やっぱりやりましょうよ。初回裁判弁護団の主任弁護士、そうですよ、柳原さんから改めて、そうなんです、その辺のお話を聞けると伺っています。そうなんですよ、そうです、そうです。先輩、次のところですよ。先輩はそうなんだな、真面目な官翔君。それで結構だな、うん、先輩大丈夫ですか本当に。柳原さんは先週国連の、そうですよ、スイスから先週帰国したんですよ。はい、疲れてるたにもかかわらず来てくれて報告してくれたんですよ。はい、柳原さんは先週金曜スイスから日本に帰国したその日にも長旅で疲れたところを押して報告をしてくれた。そうですよ。今日は力を回復して改めてご自身の口から私たちに話をしてくれることになっているということなんですよ。で先輩、僕どうして柳原さんがスイスへ行くことになったのか、スイスで何をしてきたのか復習してきたんです。僕から文科省前の皆さんにちょっとお話ししてもいいですか。官翔君、ぜひ頼むよ。はい、柳原さんは原発事故の後も福島の子どもたちが放射能の高い場所に住まわされている現状は重大な人権侵害であると考え、人権 NGO と協力してスイスのジュネーブにある国連ヨーロッパ本部で一刻も早く都会、メディアの誰も取り上げてくれないですからね。そうだそう
から柳原さんが先週何度も述べていたのが、今回の行動のために協力を惜しまなかった人たちへの感謝だ。はい、井戸川さんと共にスピーチしてくださったスイスバーゼル大学医学部名誉教授のミシェル・フェルネックスさん、原稿やスピーチの翻訳通訳に尽力してくれたたくさんの方々、またいつもこのアクションを取材してくれる IWJ さんが、今回は国連の中までカメラを回してくれました。国連の関係者も進んで力になってくれたそうですよ。ジュネーブへ実際に足を運んだことで得られたつながりもある。ジュネーブの レビー・バラニー市長は自ら井戸川さんを招いて会談してくれた。今後の支援を約束してくれた人々も団体もいっぱいある。はい、国際裁判の思いは世界でも、いや世界でこそ通じるものなんだと知って心強くなりました。その通りだ。柳原さんは自ら詳しい報告をしたくてうずうずしているようだから、そろそろバトンタッチをしようと考える。はい、ところで館長君、さっきのデートのもうやめてください。それでは柳原さん、よろしくお願いします。柳原さん、お願いします。こんにちは。寒い中ご苦労様です。福島集団都会裁判の弁護団の代表です。先週ジュネーブから戻ってこの足でこちらに来て、国連でアピールした内容を報告しましたが、この時はほとんど膝ボケで頭がよく回らなくて、何を喋ったか自分でもわからなかったもんですから、今日すいません、もう一回この報告をおさらいで喋らせていただきます。最初に簡単にこのジュネーブでのスピーチが一体どういう意味を持つのか、国連の人権理事会の大雑把な説明からさせてください。今国連では人権を守るための組織が国連が発足した当初の1946年に人権委員会ができましたが、これが60年経って2006年にもっと権限を強化した新しい組織としていわゆる格上げされました。それが人権理事会のスタートです。その人権理事会の活動の大きな目玉の一つとして UPR という審査がおります。これは国連に加盟する全ての国が、アメリカとか欧米も含めて全ての国が人権侵害を犯していないかどうかについて、全ての国連加盟国から審査を受けるという新しい制度です。で、これによって国連に加盟した国々はほぼ4年に1回ずつ自国の人権侵害について世界から審査を受けることになります。で、日本は2008年に第1回目の審査を受け、今年10月31日に第2回目の審査を受けることになりました。今年の審査の最大の、日本における人権侵害の最大のテーマは、明らかにこの福島の人たちに対する人権侵害の問題です。これについて外務省はまたより日本政府は正しい情報を世界に発信していないために、世界各国は一体日本の福島でどのような人権侵害が起きているのかほとんど知らされておらず、 UPR 審査も本来のあるべき審査になるためにはこの福島問題に関する情報を知ることが不可欠でした。で、そのために事前に日本の NGO が
何度かにわたって世界各国に福島問題の情報を提供する機会を持ってきました。その最後の説明する機会が10月31日の UPRC の前日、10月30日に国連の建物の中で日本の NGO によって開催されたインフォメーションミーティング、ヤルト説明会の場で日本の福島問題を話す機会を与えられました。でそこに私たち福島中断疎開の都会裁判の弁護団のものと私と北川町町長の江戸川さん、あとスイスバークレー大学医学部の名誉教授のフレデックスさんが福島の惨状をアピールするためにスピーチしました。でその詳細はすでに IWGA の方が国連に撮影許可を申請して、それが前日降りたんですが、それを許可によって当日の様子はネット中継されたことはご覧になった方は分かると思います。今まだちゃんとアーカイブにこの撮影動画が残っていますので、ご覧になってない方はぜひ見てください。ではっきり言って、この福島の惨状を世界にアピールするのは、しかもこれだけ具体的に生々しくアピールしたのは、おそらくこれが初めてだと思います。この意味でこれは世界に福島の真実を伝える本当に大事な画期的な立国話だと思っています。その結果、翌日の UPR 審査のまではオーストリア政府がこの福島の子どもの避難の問題について人権侵害がないように十分な配慮をするように求める勧告を発言し、これが11月2日の、日に正式に UPR のこれは本会議ではないんですが、この31日にやったのはワーキンググループといって、本会議が、検討するように、諮問を受けたこの部会が、そのワーキンググループの、答申結論として出した中に、この福島の子どもたち、福島の住民の避難を権利をきちんと守るように勧告する内容が、勧告の一つとして採択されました。でこれは11月4日の朝日新聞の朝刊に私が手にしているこの朝日新聞の11月4日の朝刊の下の方に、福島住民の健康権利擁護のを獲得するという国連人権理事会の結論が記事として掲載されています。ただこの朝日の記事は一つ間違いがありまして、国連人権理事会の最終結論ではなくて、人権理事会からさっき言いましたように検討するように投資ワーキンググループに、この問題が投げられて、このワーキンググループの答申結論として福島の住民の権利を守るという勧告が採択されたというものが正しい内容です。でその結果、次にどういうことが、続きとしてあるかといいますと、
来年3月に国連人権理事会の本会議が開かれます。でその時に国連人権理事会は正式に福島の住民の権利を守ることを日本に勧告するかどうかについての結論を出します。でしかも日本政府はその前の段階でこの作業部会が出した結論に対して勧告に対してその勧告を受けるのか否定するのか検討するのかのいずれかの答弁をすることが求められます。で170いくつの今回勧告がありましたが、その一つとしてこの福島の住民の権利についての勧告についても日本政府は回答することを求められます。でなおかつそれを踏まえて来年3月の国連人権理事会ではこの福島の問題について最終的な勧告をどうするかについての結論を出します。でしかもこの3月の同じくジュネーブである国連人権理事会の本会議、この会場では日本 NGO 等の一般市民からも自分たちの主張をですね、スピーチする時間が20分与えられます。そこの場で例えば今回のような双葉町の井戸川町長とか福島集団国会裁判の弁護団とかあるいは原告の人とかによる福島の子どもたち住民の避難の権利を守るようにというそういうアピールをする機会が与えられます。でこれもぜひ皆さんが注目していただくことによって世界もまた注目し、それによって日本政府が批判をなしにまともな対応をすることを行われます。そのためにもぜひ皆さんの多くの注目をこれに寄せていただき、世界にもこの注目を発信していただきたいと思います。で今回国連に対してこのようなアピールをしたことは私どもは初めての試みで、一体どのような反応があるのか正直言って手探りでした。しかし改めてジュネーブに行って思ったことは、まだ世界中の国々が福島の現実をほとんど何も知らないということです。でなおかつそれを知ったときには、例えば翌日の31日の作業部会の本会議で国連職員が私どもに近寄ってきて、前日の説明会の映像を見てぜひ協力したいという声を寄せてくれました。世界の人々は福島の誕生を知ったならば、我々と同じぐらい、あるいは我々以上にこの事実に胸を痛め、二度とチェルノブイリの誕生を繰り返す前と誓った多くの世界の市民が同じように福島の皆さんにこのような思いをさせならないという救いと協力とつなげの手を伸べてくれることは間違いないことを確信しました。この世界とのつながりのこそが今我々が最も大きな力の一つとして強めていくべきことであり、この大きなつながりの第一歩を先日の国連の場でアピールすることができ、私どもはこれをさらにもっと強くしていきたいと思いました。それともう一つは、私どもがこの国連のアピールをした後、この文科省前の抗議行動、あるいはこういう日比谷公園での毎週の検討会の場に、それまでに比べて格段にたくさんの公安労働者の皆さんが私どもの話に注目し、そばに来て私どもを監視するようになりました。改めて日本は中国や北朝鮮とこの本質は変わらない監視社会であると、私どもが世界に福島の子どもたちを救ってほしいという真実を伝えることが、どれぐらい日本政府が恐れているか、どれぐらいそのことが怖いかということを帰国してからもう一回実感しました。そうであれば
改めてぜひともこの福島の子どもたちの惨状を世界に伝えて、日本政府を震え上がらせて、世界の人々と共に福島の子どもたちを救おうと改めて決意しました。今後とも世界の皆さんと手をつないでいきますので、ぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。国連の報告ありがとうございました。文科省前にいらっしゃる皆さんで、柳原さんに直接質問あるいはご意見などおっしゃる方いらっしゃいませんでしょうか。ぜひ今日は先週は直接そして直接こちらに来ていただいたんですが、今日は疲れもだいぶ取れたということで、より確実に柳川さんのお話も聞けると思うんですけれども、柳川さんは統一スピーチはですね、英語でやられたんですね。それで今日ここで英語で話されても皆さん理解できないと思うので、ちょっと和訳をしていただいて日本語でどういうスピーチをしたのか少し、時間がないのでまとめたところで話していただこうと思いますけども、いいですか。日本語です。すいません、前日の夜に、スピーチを全部違う関係で書き直したために日本語なしでいきなり英語だけだったので、今ちょっと業務役が出てこないですが、とりあえず思い出してスピーチ内容の概要だけお伝えしますと、今福島の現実はチェルノブイリ基地に照らすと、例えば郡山市の例の汚染マップをスライドで流しまして、でこれはチェルノブイリ基準だった郡山市の住民はほとんど 90% 以上が住民避難基準に当たるような、そういう非常に高い線量の場所で暮らしていると。でチェルノブイリだったら当然もう強制移住させる場所に今なお福島の多くの人たちは子供たちも含めてそこに住んで教育を受けさせられていると。でこれはもう極めて異常な事態であることを、スライドを示して、説明しました。でその後チェルノブイリ福島県では放射線の検査結果が3回にわたって出され、特に一番最近の検査結果では小学生中学生の女子では過半数以上の子どもたちに濃厚やしこりという異変が出てて、でこれは中毒院から来ても極めて異常であると、このデータを、示して、説明しました。でその後福島の子どもたち、福島の文科省の提供した線量計は2台あって写真を示しまして、でこれが片方は使われないけれども、それはもう一方のやつよりも4割高い2つの線量計は6割ぐらいの低い値が出るようなものが我々市民が知る値として使われていると。で本当の値はどれくらいなのかは福島県にいるその線量計を使っている人たちにはわからない状態であるという、これも2つの線量計が並んでいる写真を見せて伝えました。であと郡山市では除染が行われているけれども、実際の除染はほとんど効果が上がらず、除染をした土や草木は各地の家の庭にまとめて青いシートをかぶせてそこに保管されていると。で郡山市の家の写真で青いシートをかけた自宅の写真がおスクリーンに映しまして、これが実際の郡山市の女性の実態であると。でこれはもう郡山市に住んでいる限りほとんどガンマ線の線量は何も変わらないと、そういう中で子どもたちは日々危険な状態で過ごしていると。でこのような危険な状態に対して本当に世界から救
救いの手を伸べてもらうことがどれだけ今日本にとって福島にとって大事な問題かについて、最後にそれをアピールして、まとめました。ちょっとグローブというか正確な点分になりますが、以上が大体当時の、スピーチでした。改めて、2、3日中に、訳したものを字幕につけて、動画としてもう一回アップしたいと思っていますので、また正しいものはもう一回それを見て、確認してください。すいません、注意かけて。質問があれば遠慮なくお尋ねください。私の方からちょっと質問なんですけれども、オーストラリアです、一国福島の子どもたちの現状に言及して、勧告を行うようにという話を伺っているんですけれども、今後それに関してどういう手続きが踏まれるのかというのがお分かりになればお願いします。さっき説明したんですが、オーストリア政府が、福島の住民の、権利について、有力ちゃんと守るようにということを勧告出したことによって、これが日本政府がその勧告を、受けるのか、受けないのか答弁を、するから決まられます。でその答弁を踏まえて、来年3月に、国連人権理事会の本会議、ジュネーブでありますが、ここの場で、最終的にこの福島の、住民の権利の人権侵害について本会議が日本政府に、勧告する動画について結論を出します。でこれについては、もちろんその、人権理事会の各国政府の、考えによって結論になるんですが、世界中の日本市民も含めて世界中の市民から、福島の住民、福島の子どもたちを守るという声が大きくあればあるほど、国連もですね、その声を踏まえて反映して日本政府にきちんと福島の住民の権利を守るようにという勧告をなさると出ません。それを私たちはぜひ実現したいと思ってますので、世界各人権理事会で日本政府が来年3月に福島の住民の権利を守るようにという勧告を出すように向けてですね、私どもあるいは世界の市民が力を合わせて、世界各国に向けて、この勧告を出すように、いろんな形でですね、アピール、プレッシャー、声をですね、出していきたいと思っています。また具体的なそれの、その取り組みについては、これから、提案させていただきますので、ぜひそのことを心に留めておいていただいて、これから一緒にそれについての取り組みにご協力いただければ幸いです。他に何か、前からお聞きされたんですけど、これから先この裁判に勝訴した後に、例えば、そこから、行きたくないという子どもたちの中にいた時にどういうような形で、解決をしていくような考えとかいうのを、明確にちょっとまだ知らなかったのでちょっと質問させていただきたいと思いました。今の質問は、この国連の問題とはちょっと違うんですが、都会裁判が、勝利したの後の、その展望というか見通しについての、お尋ねでした。で実際これについては、いわゆる、正式なあるいはその裁判自体はあくまでも、裁判を行っている、原告の人と被告の郡山市との、権利義務に関する、判決あるいは決定のものですから、その内容はですねあくまでも当事者間だけにしか、法則ですというか適用されません。したがって勝ったことによってそれによってその直ちに、福島県の、子どもたちにその全員あるいは大多数にこの勝ったです、ね、内容が、
法律的にですね、効果を及ぶということは、ありません。したがって、その、じゃあ同じようにですね、この現実と同じように危険な状態な中にいる子どもたちの、救済は、どのようにして実現していくのかということが、この裁判の、次に、もし勝訴した場合には、次に課題として、問題になるのは、お尋ねというか、ご質問の、通りです。で、それに関しては、まあ、いろんな考え方があるんですが、例えばその、また裁判を起こして、やればいいということも、一つの方法としてはあると思うんですが、しかしもう今子どもたちは今でもすでに、猶予ならない危険な状態にいるので、もしこの裁判が勝つことになったならば、その勝った結果をですね、踏まえて、これは例えばとりあえず私の試験として聞いてほしいんですが、勝った以上は同じような裁判を起こせば同じように判決でまた勝つはずだと、すなわち、もうこれ以上ですね、同様の裁判を起こすことをまでもなく、同じような結論が出るのは、ほぼ明らかになると。そうであれば、もうすでにこの判決によって福島の、子どもたち、同じような危険な状態にある子どもたちは同様の判決が出ることと同じように考えていいんだと。それを踏まえて、この後、私ども市民、と、もちろん福島の親御さんたち、子どもさんもと親御さんたちと、郡山市、あるいは福島県、福島市との地方自治体、あるいは国との間でですね、交渉を行うことによって、この判決の結果を尊重した形で、集団による避難、子どもたちの避難、安全な場所の避難を実現することを求める、交渉をですね、そこから、始めることによって、この交渉によってこの裁判の内容をですね、全ての同様な危険の状態で子どもたちとその間で、集団避難を実現することを目指すのかなと思います。で、それに対して今この保守的避難したくないという子どもがいることに対して、どうそれを取り扱うのかという、お尋ねがありましたが、これもまた、微妙な問題がありまして、大きくして、そういう子どもたちもやっぱり、子供には自分で実績やまだ考える判断する能力がないんだから、そういう子供たちもこの際危険であることが客観的に明らかであれば、まとめて集団で避難するしかないという考えもあれば、やはり子供の自主性主体性を尊重して、どうしても残りたいという子供には、強制的に避難することはしないのは、正しいねという、そういう考え方もあります。おそらく大きく言って2つの考え方があると思いますが、これについてはまだ、まとまった見解があるわけではなくて、今後ですね、その問題については、進める必要があると考えています。ただその子どもの人権をですね、考えるのはどういうふうにやれば一番いいのか、本当にその子どもの人権を考えることは、どういうことによって実現できるのか、その立場から今の問題もですね、ある程度、皆さんと一緒に議論する中で結論を出していくことになると思いますが、現段階ではまだそれについての結論は出ていません。ありがとうございます。すいません、なんか国連のそのあれとちょっと違ったみたいで申し訳ありませんでした。でも本当に本来であれば、これは子どもが苦手という問題、本来であれば国が逃さなければならないものを放置しているという問題でもあり、これに対して、これから、ご意見者、あるいは僕の原発再稼働というのがどんどん事故が起こった時に必ずや力になるものと思い、今ちょっと質問をさせていただきました。これを実現することは絶対重要だと思い、11月26日の大切さをすごく実感します。今のとても貴重な話をいただいて、今回確認したいんですが、この裁判は子どもにですね、この避難する権利があることを求めるということを、この裁判で求めているというふうに、見えます。でそれは間違いないんですが、それとともにですね、これはですね、単なる、お金を払えとか経済的保障をしろとか、そういうレベルのことではなくて、何よりもまず国や自治体が自らの責務として責任を持って子どもを安全な場所に逃がして、
そこで教育をしろという、そういう義務として、国と主体の義務として、その義務を果たせていることをですね、求める裁判です。でこれはと法律的に言えば、社会権、権利には、ちょっと公爵として申し訳ありませんが、権利には、対別して2つの権利があります。自由権と社会権があって、自由権は、権利を行使して初めてなんぼのものである、お金を払いとか、警察に保証しろという、そういうようなものが一般に自由権と言われる権利ですが、私どもは今、この高橋さんが求めているのは、そういう自由権じゃなくて、社会権です。これは何よりもまず国や自治体が自らの責務として子どもを安全な場所で教育する義務があり、それをきちっと果たすということをですね、実行しようということを求めていることで、でそこのことについて、きちんとですね、国はまず、自ら責務を果たすということを我々は求めているというふうに、ご理解いただきたいと思います。以上、お答えでした。
ということで進んでおるということです。全国で1万人以上の方が今この福島の問題を自分のこととして考えてくださっていることがとても嬉しく思います。私たちは告訴という言葉を使いますと、またこの疎開裁判もそうですけど、裁判という言葉を使うと世間の方々は何か怖いもののように一歩引いてしまう方もいらっしゃるのかとも思います。ただ私は思います。この疎開裁判、福島原発国訴団は私たちの当然の権利を勝ち取る戦いである。また同じ時代に生きるこの政府の人たちでもそうです。私たちもそう、同じ時代に生きる大人として当たり前の責任を果たして前に進もうという、そういうけじめを取ることだと僕は思っております。このけじめをしっかりと取って、やはり自分たちの子供たち、そして自分たちが見ることもない未来の子孫に対して、今の時代の大人はやれることを一生懸命やったんだということを残すことが私たちの役目であり誇りだと思っております。どうぞこれからも皆さん力を貸してください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。で、高瀬弁護士から、お話があります。はい、疎開裁判の現状というか、この疎開裁判の目的っていうものをもう一回皆さんともう一回だけ確認させていただきたいと思います。先ほど柳原弁護士の方からも説明があったんですが、まずなぜ疎開かっていうことを皆さんで共通確認したいと思うんですね。それは今長谷川さんのお話にもあったと思うんですが、裁判所はなぜ危険だと思うならば、なぜ自分だけっていうか自主避難しないのかっていうことをよくこちらに聞いてきます。それは自主避難したい人はできる人は してもいいんですけども、個人で自主避難をするということがどういうことなのかっていうことは今長谷川さんの話からもよく分かったんではないかと思うんですけども、それはその共同体から離れるということなんですね。自分だけが、それはその子どもの教育にとっては絶対良くないことで、その母者を歩かせることは良くないんですが、それから仲間から離すということも非常に良くないという、それはじゃあどうしたらいいかというと、自治体がきちっと子どもたちを集団で一定の場所に、確認っていうか疎開させて、そこで、集団っていう機能を守りながら子どもたちを生活させる、それがまさに疎開ということなんです。そういう形で子どもたちを教育させてあげようじゃないかと。そのために自治体は何をすべきかということを考えてほしい。まずお金を出せということです。これは被災者支援法が求めていることなんですが、ただお金を出せばそれで済むことではなくて、やはり今のコミュニティを守りながら、子どものコミュニティを守りながら子どもたちを安全な場所で、教育させる、そのためにはもうこういう疎開という方法しかないんだと、それをやってほしいということでこの裁判をやっています。ですから、この裁判は単にお金の問題だけではないんだということをまずご理解いただきたいと思います。ただそういう形で集団で移転させるということになると、どうしてもいや僕は どうしてもここで福島に残りたいんだという方も当然おられるわけですね。ただそういう方に対してはそこまで、そういう人に対してまでもその強制的に無理やり連れていくということまでは僕は考えては基本的にいません。ただ、集団的に移動するということが今の福島の現状からでは絶対必要だということを私たちは考えてますから、そういうふうな現状をきちっと理解していただく、でどうしても理解していただけない方についてはやむを得ずその残っていただく、でもやはりできるだけまず共同の単位で子どもたちを安全な場所で教育させてほしい、そういうことを求めている裁判です。ですから自主避難ではダメなんだということが、自主避難だけではダメなんだということを、それがまず大前提になって、そういう裁判であることをご理解いただきたいと思います。それでは裁判の現状なんですが、仙台高裁で11月の26日に、第2回の期日が指定されたと。これ開始問という手続きなので公開の法廷ではなくて、裁判所の会議室みたいなところで、
裁判官と双方の代理人がこう顔を突き合わせて、話をすることになるんですが、今一番のテーマになっているのは先ほど言った通り、なぜ自主議案じゃダメなのということなんです、ね、裁判所がそういうことまでその命じなきゃいけないことなんですかと、自主議案している人はたくさんいるじゃないですかと、ですから私たちの、原告に対してもなぜ自主議案できないんですかということを聞いてきています。ですから次回はまずなんで自主避難できないのか、なぜ自主避難しないのかということをきちっと、こちらの方から主張することになっております。ただ、その背景にあるのはやはり、裁判所はその現在の福島の危険性ということに対してあまり深入りして判断したくない、去年はもう100ミリシーベルト基準というのはかなりその、確立した原則みたいな形になってまして、裁判所はそれに乗っかって判断してればいいんだっていう感じだったんですが、ところが最近になってやっぱり100ミリシーベルト基準っていうのはちょっとおかしいぞっていうことはどん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 いろんな、研究者から調査結果が出てきてまして、なかなかここに裁判所が踏み込んでしまうと、難しいことになるっていうことで、今の状態ではここに踏み込まずになんとかその自由避難論で裁判所は判断を握ろうとしていると、そういう感じがしてないので、ですから私たちとしてはどうしてももう一歩踏み込んだ形での裁判所のその審理というものを望んでまして、現在の福島の状況がその集団で避難を求めるだけの危険性があるのかどうかと、そこをやっぱりきちっと裁判所は判断してほしいということを求めて、いろいろな方の承認申請をしております。その中には当然そのこちら側の意見を支持してくれる研究者の方はもちろんいるんですが、裁判ですから反対側の意見の方の意見も裁判所は聞いてくださいと。ですから、福島の山下さんとか鈴木さんとかそういうお医者さんも呼んで公開の法廷できちっと議論をしてくださいと。で、双方の意見を聞いて裁判所は判断してくださいということをお願いします。で、そこの手続きまで入るかどうかというのはまず最初の関門でして、裁判所がそこに入ったままで判断してしまう可能性もあるんですが、11月26日ではの期日では裁判所は誰私たちに向かって、どういう方をその研究者を連れてこられますかというのを紹介をしてきてますので、場合によっては裁判所は少しその問題に踏み込んだ形で審理をするようなことがあるのかもしれないということを期待しております。ただ結局11月26日何も聞かないまま裁判を終わってしまうという可能性もあるわけなので、今ある意味では瀬戸際の状態にあります。それなら11月26日2時から裁判がありますが、状況についてはこの裁判のウェブサイトの逐一報告出しますので、どうか皆さん関心持ってご支援ください。よろしくお願いします。それとあと、この裁判の内容については子どもが危ないというこういうブックレットを出しておりますので、これをお読みいただくといろいろな方の意見も出てますから、裁判の内容よくわかると思うので、もしよろしければ、1冊500円です、一応裁判のいろんな費用にも当てさせていただいてますので、ご協力いただければ大変ありがたいです。今回も出てあげると大変ありがたいです。よろしくお願いします。今コツ弁護士が説明したと思いますけれども、12月26日、仙台高裁の審理が行われます。それに伴いまして、今チラシを配っていると思いますけれども、出来上がったばっかりで、仙台の方から届いたチラシなんで、私どもの内容中まで見てないというのが現実なんですけども、これに合わせてですね、ちょっとチラシは間に合わなかったんですけれども、できればですね、前回の10月1日の時にはバス1台で東京から、35名だったと思いますけれども、バスで、仙台に乗り込んだという実績がございますので、できればやりたいんですけれども、ちょっとチラシに間に合わないという現状もありますので、もし乗ってもいいよという方がおいでしたら、こちらにお名前と電話番号だけ
機体と言っていただければ、後ほどこちらから連絡しようというふうに思いたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。寒い中、文科省前までお集まりいただきまして本当にありがとうございます。私たちは福島集団疎開裁判の活動を行っております。少し話を、整理したいと思います。今、高専弁護士の黒岩さんからもお話がありました通り、僕は私たちの 目標は11月26日に仙台高等裁判所で行われる第2回の期日、審理というもので、そこで集団疎開裁判、疎開を認めさせようという、活動を現在行っております。皆様方に対しましてはまず私たち署名を集めております。インターネット上からも署名ができますので、仙台高裁に対して、影響を及ぼすことができるのはまず署名です。それからまだ集団疎開裁判がどのような活動かというのをもう少し詳しく知りたいという方は先ほどお話もありましたが、このブックレットを、販売しております。題名が今子どもが危ない福島原発事故から子どもを守る集団疎開裁判、本の泉社さんから発売しております。600円でお買い求めになりますので、より詳しく学びたい方はぜひお願いいたします。それから文科省前にお集まりの皆さんはもともととても熱い心お気持ちで私たちの活動を支えてくれていると思います。いつも本当にありがとうございます。私たちの現実の活動としてはさらに様々な経費などがありますので、ぜひよろしければカンパの方も寄せていただくと非常にありがたく思います。よろしくお願いいたします。先週スピーチをしてくれた食品と暮らしの安全基金小若さんがスピーチをしてくれたんですけども、その食品と暮らしの安全基金、9月末ですかに、ウクライナの現地に実際に訪ねまして調査をいたしました。その報告書が出ています。チェルノブイリ原発事故第3回ウクライナ調査報告、1キログラムあたり10ベクレルの食事で健康被害というタイトルで、ブックレットが出ております。価格は、600円です。600円でお買い求めになりますので、こちらも関心のある方はぜひお買い求めください。そうしましたら少し準備する時間をいただいた後に寸劇を行いたいと思います。次の寸劇は、なぜ疎開、高専弁護士からもお話がありましたが、なぜ集団疎開が必要かという話を、最近福島県から発表された切り干し大根に非常に大量のセシウムが付着しているという、そういうお話と絡めながら、なぜ疎開なのかということを分かりやすく演劇にて説明したいと思います。少々お待ちください。寸劇はこれから始めます。劇はなぜ集団疎開なのか、なぜ疎開が有効なのかというデータから、具体的なデータなどを紹介しながら、なぜ疎開が必要なのかということを演劇の形で紹介したいと思います。それではよろしくお願いします。先輩、またよろしくお願いします。じゃあこそ感触、寒いね。それにしても上着を着てもらってよかったですね。似合ってますよ、かっこいい。ついこの間までね、ランニングシャツ1枚だったからね。まあでもそんなお世辞はもう言わなくてもいいよ。嬉しくないわけではないんだけどね。先輩、テリアさんですね、かわいいな。ところでどうした感触。ところで先輩、実はここに来るために疑問に思っていて言い出せなかったんですが、どうして疎開をしなくちゃいけないんですか。何なんだって、鑑賞君。
君はまだそんなことも知らずにここまでやってきたのかい？なぜ疎開が必要なのか。文科省前にお集まりの皆さんならどうして疎開が必要なのかもうご存知ですよね。ご存知ですよね。わかりません。皆さんもいやー全くどうしようかな。じゃあそうだな、まずはこの資料を見てほしい。小島さんお願いします。これは集団疎開裁判を当初から支えてくれている今日もいらっしゃってますが大場さんという方が自ら計算して書いてくれたグラフなんだ。一体どうやって見るんですか？縦軸は体に溜まっていくセシウムの量、横軸は経過した日数、つまり700日間セシウムを一定量体に取り込んだ場合どれぐらいの放射能が体にとどまるかを計算した表なんだ。じゃあこの色の違いは何ですか？それはね、1日に取り込まれるセシウムの量の違いなんだ。一番下のピンク色の線は生活に気をつけていた人の値で、一番上の茶色の線はあまり気にせずにセシウムを取り込んでしまった人の値、低い人の5倍を想定している。セシウムを取り込む量なんですね。そうだ、当然だが食べ物や空気によって毎日取る量が多ければ溜まっていく量も多くなる。本当だ、随分違いますね。アスペルさんの文科省前に実際の足を運んでくださった時にもしかしたら動画が小さくて見えないかもしれませんけど、後であのインターネット上 YouTube などであの映像をアップすると思いますのでぜひご覧ください。さてそれでは次の表を見て比べてみましょう。次のグラフ、はい、さっきの表とは随分違いますね。これはね、セシウムを半年間取り込み続けた後に取るのをやめることができた場合だ。え？取るのをやめる？放射能の高い土地を離れて暮らせば1年経つと 4.2% に、1年半経てばさらに 1% にまで大きく減少するんだ。放射能の高い土地を離れて暮らす、あ、わかった、それが疎開ですね。ほら、あ、だから疎開が必要なんですね。その通りだ官職。それから今日はつい最近10月29日に福島県の農業総合センターが発表したデータを紹介しよう。郡山市にある県農業総合センターはセンターのビルの軒下で6日間乾燥させた切り干し大根から1キロ当たり3421ベクレルというとてつもなく高い値のセシウムが検出されたと発表したんだ。6日間で3421ベクレル、1日当たり10ベクレルでも健康を害すると言われているのに。そうだよね、先週来てくれた小若さんもね、1日当たり10ベクレルでも危ないとおっしゃってましたけどね。さてこれから出てくる資料を見てほしい。3421ベクレルというのは風通しの悪い軒下での話だが、木陰や吹きさらしの小屋だって屋外に放した大根は最も低くても1キロ当たり90ベクレル、はい、ところがセンター屋内室内の乾燥機で乾燥させた大根は検出できる最小値を下回った。このことからセンターは空気中の塵やほこりが付着したことが汚染濃度を高めた原因だと結論付けた。資料の写真から肉眼でも汚染度の高い大根ほど塵が多くついていることがよくわかります。つまり食べ物自体だけでなく空気もまた非常に汚染されているということなんだ。ところで監督君、さっきからね、これおばちゃんがね、こっちをチラ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 見てるんだよね。おばちゃんが。おばんかなとす、ごめんくなっちゃおう。でかくどうもない。若者、寒いのに毎週がありがとない。ところで、おめえら切り干し大根なんてどうせ一番若くはねえし、うん、
持ちも広く関連して増えてきて、もう持ってね、そういうことではないんだぞい。大根だって1キロ当たり3421ベクレルも振り込んだってことは、そうだな、自分が積極的に息をする人間だったらそうなんだってない。今一人一遍吸い込んでしまって寝のかい。そうで寒いと海越えも見たかして籠まで自社国なってそこまっぺん。クリアしますね。今おばちゃんはこの大根の掘ってあるフェミコや軒下さえ行って寒いからといって集まって新宿なんてしまうんじゃないと言いました。ありがとかい。そうでな、この表ミントスパミントどこが一番電源は高そうがない。本日は起爆しなんぼい。吸い込んだ放射線の粒々の大きさが100ナノメートルより小さいと肺から吸っても血の中が減ってまって体の中がぐるぐる潰すことが出るんだぞ。妊婦さんだったら胎盤を通り抜けてお腹の中のややごまで届いちまうんだろう。んだら100ナノメートルより大きい粒々はっていうと別名ホットパーティクルって呼ぶんだけども消化管から吸収されずに排泄されやすいんだと思う。肺に入ってしまうと肺胞にとどまっちまって深刻だんだ。安楽しまう。そろそろ計算書前で浴びる時間がない。本日はどうもない。またね。さよなら。さよなら。おばちゃんありがとうございました。おばちゃんが来たら急に風が強くなってね、なんだろうと思ったらとてもためになる詳しい補足でしたね。はい、今のおばちゃんの説明でも十分なんだけど、もう一度一応東京弁で言ったらあれかもしれないけど、繰り返しますと、放射性物質の大きさが小さいと体の血管をめぐって特に妊婦さんの場合は胎児にまで届いてしまう。あるいはそれよりも少し大きくなって肺の中まで届いてしまうと、そういうことでした。最後に空気の汚染に関連して、これもつい最近10月22日に東電が発表した最新の情報を紹介しよう。福島第一原発からは未だにセシウムだけで毎時1時間あたりですね、毎時1000万ベクレルが休まず放出しているということだ。毎時1000万ベクレル、想像するだけで恐ろしい。汚れた空気あるいは食べ物を取り込んでの被曝を内部被曝というが、この内部被曝による健康被害を防ぐためにも疎開が絶対に必要なんだよ。疎開は本当に必要なんですね。よくわかりました。じゃあ疎開裁判の活動を知っている福島の皆さんもさぞや喜んでるでしょうね。官職君、それがね、実は温度差があるんだ。え？どういうことですか？あ、お茶また来る。危ない危ない危ない。おなんだよ。大事な原稿が飛んじまったよ。ありがとない。おばちゃんが来ると風が強くなるんだよ。風当たりが冷たくても頑張んだぞい。疎開したくっても疎開できない人もいるし、疎開した後どうするんだっていう人もいんで、一旦は避難したんだのも家族と別れるストレスよりも家族で一緒に暮らすために被爆を選んだ人もいるんだよ。放射能のことを見たくもない、聞きたくもない、話したくもない、話せない人もたくさんいるんだよ。ほんじゅ今度こそ当ててくっから治るよ。マジですか。
ってくれるね。まあ、とにかく官職君、この多様な現実から目をそらしてはいけないんだよ。わかりました。いやでも正直よく分からなくなりました。正直分からなくなる部分もあるよね。善意というのは時には暴力にもなってしまう。善意を押し付けることほど価値が悪いことはないからな。現地で生活している人の声をしっかり聞きながら気をつけて進んでいく必要があるところだ。分からないことだって常にいっぱいある。その中で大切だと信じるところを、はい、ごめんなさい、大切だと信じることを大切にしていこう。わかりました。押し付けるのではなく会話が必要なんですね先輩。そうだね官職、次の段階へ行くには対話をして感情を表現して現地の人たちの本心を尊重する必要がある。一筋縄ではいかない活動、これが私たちの集団疎開裁判の活動をしているんだよ。お城を連れて行こうね先輩。上着だけじゃなくやっぱり中身もかっこいい。感想感激。以上です。ありがとうございました。引き続き内部被爆についての弁護士さんから少し解説をいただければと思います。よろしくお願いします。大変わかりやすい寸劇だったと思うんですが、今内部被爆の問題が非常に注目を浴びているっていうか、まあ、恐怖を与えております。それが今の中腰大根の報道だったわけなんですが、空気中にその浮遊している地位とか、地位で全国監視、そこにセシウムがくっついて、それが体内に入って内部が来る。でそれについて海外っていうかチェノブリからの報告では先月 NHK が報道したチェノブリからの報告で生鮮病被爆の危険という本が出ました。赤い本が出ました。それからそれに前後して、食品と安全、暮らしの安全基金がもっと生産放射線量が低い、地域の低生鮮病被爆の問題を取り上げました。それが今日持ってきているのはその先ほど紹介されたこのパンフレットなんですが、ここは空中線量が埼玉県と同じぐらいの地域、チェルノブイリの地域で、非常に子どもの健康被害が発生していると、まあ、それはなぜかっていうことに非常に疑問を持ちまして調べたところ、やっぱり食べ物をそこではなくてということで食べ物を調べたんですけども、非常にその食べ物の中でもそれほど、放射線に汚染されている食べ物は少ない。ほとんど、まあ、10ベクレルくらいしかないんですね。それでもやっぱり子どもに対して非常なその健康被害が発生しているということで、これは大変だということで緊急に報告書を出したのがこの報告なんです。ほとんどその10ベクレルぐらい、キロ10ベクレルぐらいの食べ物を食べているところ、しかも、空中の放射線量が、埼玉と同じぐらい 0.03 ぐらいの、地域でも子どもに健康被害が発生しているということで、内部被爆の問題ってのはもっと真剣に考えなくちゃいけないんだっていうことをその強く訴えてるものです。でこれは郡山っていうのはもう空中線量が、5ミリシーメントルを超えてまして、先ほど柳原弁護士からも紹介があった通り、チェルノブイリ基準で言えば避難権利区域ということで、避難しようというふうに思った方に対しては国が、ただ今あちらの国もあまりお金がないものですから、あまりお金が出ない人だったらしいんですけども、避難しようと思えば国が避難費用を出すというそういう地域なんですね郡山で。そこで実際にじゃあどういうものが郡山で作られてるかっていうことを調べたのが、その郡山の農業試験所が作った切り干し大根で、その切り干し大根をその機械で乾燥させると、その100ベクレル以下で切り干し大根が生産できるんだけども、
自然天然乾燥、自然乾燥されるとそれが日照がついて100ベクレルを超えてしまう。ですから、まあ、福島は今地産地消ということで、福島の農業を元気にということで、できるだけ地元のものを食べようということになっているんですが、残念ながらやっぱり福島の食べ物っていうのは、子供にとってはかなり危険なものになってしまう。こういう現実を私たちは見るのは非常に辛いことですし、その福島県民の方にこういうことを知らせるっていうことは、本当に、忍びないなんていうことは無責任なんですけど、辛いんですけども、やっぱりこういう現実はきちんと知らなければいけないし、その上で子どもたちをどういうふうに守っていかなくちゃいけないかっていうことを考えましたけど、で、この裁判でやってることっていうのは、そのきちんと現実を見つめて、それをみんなで考えて、子供のためには何が最善かっていうことをみんなで考えようということです。先ほど福島、郡山から地震避難された長谷川さんのお話もあったとおり、彼はもう何もかも全てを捨てて子供を守ろうと思ったということです。まあ、そういう本当にもう本当にギリギリの判断を迫る裁判なので、私たちは自分事実をきちっと見つめていきたいと思っています。そういうふうな見つめた事実の中から正しい判断っていうか、そうですね、正しい判断をみんなでしていこうと。そのためにはやっぱり、誤解されるかもしれないけども、嫌なことかもしれないけども、とにかく事実だけはきちっと掴もうということでやっております。昨日の日経とか他の、新聞出たと思うんですが、アメリカのサンフランシスコ、の学校で、チェノブリの除染作業をやった方20万人について11年間、調査した結果が出ました。今まで、その結果、その低線量100ミリシーベルト以下の低線累積ですよ、累積の被曝量が100ミリシーベルト以下でも、白血病等の被害が出るっていうことを、医学的に立証した結果が昨日マスコミでかなりいろいろ出てます。で、今まではその、白血病が出るのは、もっと高線量被曝だって言われてたんですけども、わずか100ミリシーベルト、累積被曝が100ミリシーベルトでもどうも白血病にかかる罹患率が 16% 上がるっていう結果になります。今日本の、作業をやってくださっている方については年間250ミリシーベルトまではいいだろうということでやってるんですが、昨日出たそのサンフランシスコが今回出した研究の結果によると、累積で100ミリシーベルトでも白血病の危険が出ちゃうということなので、年間250ミリシーベルトまではいいという形で今作業をやっている、作業員の方っていうのはかなり危険な状態であることが発見しています。こういう形で次々とその低線量被曝についての研究結果が出てきているわけで、まあ、今までそういう研究結果が出てきた、来てなかったことがおかしいんですけども、まあ、こういう事実はやっぱり私たち嫌なことですけども、きちっと見つめていかなければいけないことだと思っています。こういうものをどん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 裁判所に出して、子どもの疎開という問題を真剣に考えてもらおうと思っています。どうぞよろしくお願いします。皆さん、今日はお集まりいただきましてどうもありがとうございます。寒い中本当に皆さん一人一人いつもいつも集まっていただいて、疎開裁判の会本当に心より感謝しております。ありがとうございます。皆さん、ご自分の体調も大切だと思います。今とても風が冷たいので、今日は、この辺で疎開裁判の会を締めさせたいと思いますが、やはり文科省前でやっぱりガツンと言っておかなければいけないことがあるかと思います。ですので皆さん、体を温めるつもりで文科省にこの声をぶつけましょう。よろしくお願いします。失礼します。
で福島集団疎開裁判の会は一人一人本当に真剣に考えています。特に今日やった演劇班は夏の頃午後3時から猛暑の中訓練しています。稽古しています。今日も寒い中集まって稽古して いたそうです。本当に一人一人が役割を担っています。まだまだでも人が足りません。どうか何かお手伝いしてくださる方、ペンライトを持ってあげてもいいよとか、この旗やのぼりを持ってあげてもいいよとか、短時間でも持ってあげてもいいよ、なんか何か手伝うことあればやってあげてくれてもいいよっておっしゃって思ってくださる方いらっしゃいましたら、どうぞ私たちのお手伝いお願いいたします。まだまだ人手が足りません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に風も今日寒い中お集まりくださいまして本当にありがとうございました。今日は官邸前国会前コードのお休みとの話を聞いていますが、私たち福島集団疎開裁判はこの文科省前を皆様の意思の集まる場所と捉えて、今週も活動を行いました。本日、もし皆様の方から何かご質問あるいはご意見などございましたら、先ほど の柳ヶ原さんの国連のお話の続きでもよろしいですし、何かご質問意見などありましたら、はい、すみません、県で申し訳ないです。先週もちょっとお話しさせていただきましたけども、この2人の学者さんのことをこちらにいらっしゃってください。今日もちょっとすみません、寒いとこ申し訳ない、ちょっとお話ししたいんですが、水俣でもいろんな公害でも裁判でもですね、先ほど柳田先生が人権侵害ということをおっしゃいましたが、人権侵害の時にですね、必ずこういう学者さんが出てくる。山下さんと鈴木さんの写真ですけども、先週よ、この前の日曜日の4日の日に郡山で甲状腺がんの検診の説明会というのを鈴木さんが一人舞台でやられました。それでですね、それを僕は聞きまして、実は資料を今日も持ってきたんですけども、ちょっと待ってください。これをちょっと作ったんですが、甲状腺がんに彼らは話を絞りたいわけですね。ところが甲状腺がんが1だとすると、甲状腺の疾患というのはその10倍ぐらいあるわけです。がんないんで、でその他にもセシウムの並びが考えますと、いろんな病気がその10倍とか何十倍もあるわけです。ところが甲状腺がんだけに絞って、でしかもですね、甲状腺がんに絞っていながらですね、チェルノブイリで起きた小さな子供のとても進行の早い心配な甲状腺がんは相手にしませんっていう話をしてるんですね。直接言いませんけども、1時間の講演をずっと聞いて何回も聞いてると、それしか結論が出てこない。チェルノブイリでは4年後にがんの手術を受けた子供たちはどっと増えたんですね。がんっていうのは細胞1個から始まるわけです。4年後に手術を受けなきゃならない大きさになるってことは、私が計算してみましたのは131で直径が倍になるんです。だから5ミリですね、5ミリの A 数と B の判定の間の子だが、もしもチェルノブイリのがんだとしたらば130日後に1センチになるわけです。でもこの鈴木さんはですね、そんなことは一言も言わずに、子供のがんは進行が遅いという何の根拠もない結論を言ってるんです。彼が言ってるのは、45歳以上と45歳以下を比べると、45歳の以上の人は進行が早いけど、それより若い人は進行が遅いということはデータを上げてるんですけども、13歳以下の子供なんていうのは全然データ上げてないんです。これはどうも私が医者ではありませんけど、まやかしとは思えません。まやかしとしか思いません。ぜひ
明日福島市でもう一回説明会があって18日に、南相馬であるということですが、僕は注目してます。明日福島に行こうかと思ってます。でこの資料集にはですね、5歳の女の子の100万人に1人という甲状腺がんの事例も論文から拾いました。甲状腺なくなっちゃうんです。一生ホルモンを飲まなきゃいけないんです。それから肺に転移したがんを殺すために尿素131を大量に飲まなきゃいけないんです。でもまだ小さいから思春期を過ぎてから大量に飲むって言ってます。そういうのを予防、良好と言ってるんです、この人たちはね。お医者さんの言葉はね、知らないければ予防良好なんです。とんでもない話なんですね、親御さん から見れば。だからそのことをこれ象徴してると思います。他の病気をね、無視することも含めてね。すいません、資料を作りましたので ご利用の方はご用意ください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。続いてよろしくお願いします。規制委員会に対してずっと傍聴したり規制委員会前行動しているんですけども、ここのところ検討委員会を調べているわけですよ。大井原発の火山炉ので、マスコミはねちょっと違いますよ。皆さんマスコミで流している情報はちょっと違いますよ。正しくはですね、火山炉があるということで渡辺教授が頑張ってね、その主張がね染み取ってるんですよ。そしてこの間の日曜日とそれから一昨日の水曜日に会議があったんですけど、もうこうしてくるとですね、全部議員の人がいたんですけど、これを全く論拠がない状態の発言だったんです。一昨日はね、その人はですね、自分から言ってですね、地滑りって言ったけども、自分は専門家ではないから、わからないから、別の専門家で聞いてくださいということまで言ったんですよ。つまり、地滑り論はそれで終わったんです。で、渡辺教授は、日曜日と水曜日もそうですけども、ものすごく細かに論拠がしっかりと出されてるんです。つまり、そして、委員の中では、活断層がないと否定だということはならなかったんです。つまり、ブレーカー来るなということをはっきりしたわけです。こうなったらですね、国の指針に基づけばですね、大井原発は今直ちに止めて当たり前なんです。いいですか皆さん。これはね、渡辺教授が6月にね発言してくれて、それから大きくグググググッと変わってきたんです。私たちもね、FOE ジャパンとかのプロの会とかと一緒にね、もう根拠やってるのやっと前耳寄ったんですよ。ところがこの報道がね、そんなことになって、報道は何やってるかって言ったらね、どのマスコミもそうですけどね、全部とは言えないけど、私たちの限り、地滑り論がある。で、活断層っていう話もある。だからもう少し再調査しましょうよねっていう論議でしょ。そんなところじゃないんですよ。活断層は、見事にあるんです。それはもう発揮してるんですよ。で、それが発揮してなくてもいいんです。グレーでもいいんですよ。グレーでも止めるんだということまで国の指針なんですから、なんで国が止められるかってんですよ。これは国民をみんな怒らなきゃなんですよ。いいですか。大井原発は今地震が来るかもしれないんですよ。今日でも明日でもだからとんでもなくなるんですから、これは大野もそうですよ。とんでもなくなるんですから止めるべきなんです。皆さん頑張りましょうね。ありがとうございました。立花さん、ちょっと100万人っていう声を聞いたんですけれども、
裁判としても、15時頃より19時あたりまで日比谷公園から、警察署前テントのあたり、そして財務省上交差点、財務省と外務省の間の坂を登って財務省上交差点のあたりまでの界隈で流しの形でアピール行動を行う予定です。福島集団疎開裁判としても15時から19時頃までアピール行動を行う予定です。もし日曜日にこちらに来られる方がいましたら、ぜひ福島集団疎開裁判のアピール行動をよろしくお願いいたします。一緒に、アピールしていきましょう。よろしくお願いします。福島集団疎開裁判の会、今日の文科省前の抗議行動は本日、今日です。今日は締めさせていただきます。今日はどうもありがとうございました。寒い中。